動画で語る世界史の謎へようこそこのチャンネルでは世界の歴史の中で不思議に思って調べたことを紹介いたします今回ご紹介するトピックはこちら朝鮮は今でこそ南国で国が分かれていますが日本が併合するまでの各王朝は中国をはじめとする他国の王朝と比較して非常に長いものでした。 紀元7世紀のシラビが300年近く、次の高麗が400年以上、そして李氏。朝鮮が500年以上と朝鮮半島を長期支配し続けてきたのです。しかし、そのような長く伝統ある王朝を終わらせたのは明治維新に成功した日本でした。そうです。韓国併合です。しかし、この韓国併合の経緯を見ると。 当時のののの日日派朝朝鮮鮮人が朝鮮の伝統の破壊といいう汚れ役をを本に着せ、自らの保身を図っていました。今回は少々複雑になりますがこの新日派が日本に濡れ衣を着せたという経緯についてご紹介したいと思いますこの動画は世界史の探究者色即是空がお送りいたします一番長く続いた李シ朝鮮は実はまともに政府として機能したのは わずか50年あまりに過ぎません第四代の清宗が亡くなって以降、李氏朝鮮は王朝とは名ばかりの存在となり、政権は常に腐敗し、民衆の怒りを買い続けていました。そんな腐敗していた李氏朝鮮に攻め込んだのが、あの豊臣秀吉です。日本軍が朝鮮半島で快進撃を続けられたのは、長い戦国時代をくぐり抜けてきた戦国大名や武士たちの強さもさることながら、腐敗していた李氏朝鮮に愛想を尽かし、 進んで日本軍に協力した現地の朝鮮人が多数日本軍に寝返ったことにもあるのです。とはいえ、そんなに民衆の心が離れていたのであれば、日本軍が撤退した後も、李シ朝鮮王朝がさらに300名以上も続いたのは、ちょっと不自然ですよね。それはなぜでしょうかその背景には、昔から朝鮮王朝を作法してきた中国王朝の思惑があったためです。多くの方がご存知の通り、 豊臣秀吉の朝鮮出兵こと文禄慶長の駅朝鮮側の呼び名では人心和らんは当時中国を統治していた民宇宙の援軍や武将李春臣の活躍などにより撤退しましたほぼ最初から腐敗していた李子朝鮮王朝がそれでも朝鮮半島を統治していられたのはこの民宇宙の軍事力をはじめとした支援があったためです民宇宙としては 朝鮮半島を統治する李氏朝鮮を海儡政権として維持していた方が都合がよくまた李氏朝鮮側もそのような民王朝チュウにこび来民衆から財産を絞り取って民王朝に奉納することで自らの保身を図っていたのですそのため豊臣秀吉の軍が攻め込んできて李氏朝鮮王朝が滅びる寸前になると海儡政権である李氏朝鮮を守るため民王朝は援軍を送り込んだのですそれでなくとも 朝鮮半島内で反乱が起こるたびに、李氏朝鮮王朝自身ではその反乱を抑えることができないため、都合、微朝から援軍がやってきて、起きた反乱を中国軍が鎮圧するということを繰り返し、結果、李氏朝鮮は中国の操る傀儡政権として500年以上も続きました。しかし、漢民族の国である微王朝が財政破綻して滅び、中国の支配者が新王朝、となると、 新王朝は漢民族ではなく野蛮人とみなしていた女神族による支配だったため当時の朝鮮の人々は野蛮人の国新王朝に服属することをよしとせず排除しようと戦いを挑みます当時の新王朝の皇帝本大寺はこの朝鮮人の態度に激怒し自ら軍を率いて朝鮮に進撃たった5日でしゅと漢城現在のソウルを落とします当時の朝鮮人は最初こそ野蛮人に従えるか とと、威勢が良かかっったたものの、いざ攻め込まれると逃げううばかりだったようです。結果、李氏朝鮮の王、神祖は本大寺に降伏し、その進化に下ります。その後、250年間も李氏朝鮮王朝は中国の進化として続きますが、1895年の日清戦争により、日本が新王朝に朝鮮の独立を認めさせるまで、隷属国家として続いたのが実態だったのです。そして、この時、 朝鮮は大韓帝国として中国の作法体制から抜け出して独立しますがその後の日露戦争で日本軍は帝政ロシアを朝鮮半島から排除することに成功し1910年の併合に至りますさて一般的にこの「李朝鮮王朝」は中国の作法体制に組み込まれていたと言われますが実は厳密にはこれも正しくなく中国側からは「 中国の一地方としか見られていなかったようなのです。かつて足利義満は日本国王として民王朝から作法を受けていましたが、李朝鮮王朝は朝鮮国王という称号を受けていないのですね。李朝鮮王朝の成立時、中国の民王朝の作法を受けるにあたり、民王朝の皇帝、主元帳は、李朝鮮王朝の改祖李政慶に対して、現地朝鮮国時の称号を与えました。 県知国字とは難しい言葉ですが、その意味は国という文字が入っているものの中国語では知事程度の意味であり、かつ県は日本のボン・ダイナボンなどと同じく副あるいは代理という意味なので直訳すると朝鮮地方の副知事の意味になってしまうのです。結局、李朝鮮王朝は中国側からは国王ではなくただの地方知事の代理人としか見られていなかったことになってしまうのですね。 そのため、李氏朝鮮の王は代々、陛下と呼ばれることはなく、その一段下の、伝家と呼ばれており、その四つぎも、大使ではなく、正使と呼ばれていました。陛下というのは、その国の、主権を持つ者、すなわち、国王にだけ許される呼び方なので、李氏朝鮮は、その、主権すらも、中国から認められていなかったのです。また、李氏朝鮮時代には、王族を称える時に、万歳、すなわち、万世は使われず。 代わりに一つ下の千歳すなわちチョンセが使われたことも国あるいは国王として認められていなかった証明になるでしょう。無論朝鮮側の認識としては自分たちは独立国と考えていましたが、進化の例を取った相手であり、事実上の上司に当たる中国からはあくまで中国の一地方としか認識されていなかったのです。そんな朝鮮を日本は日清戦争と日露戦争で一つの 国として独立させましたしたかし腐敗していた李子朝鮮王朝を見限っていた進化の中には明治維新に成功した日本に朝鮮半島の統治を任せるべきと考えた親日派がおりそんな彼らが朝鮮半島の日本への併合を進めたのですそれが朝鮮の親日派ですそのため勘違いしてほしくないのは朝鮮の親日派といってもそれは日本大好きという意味ではなく「言ってもそれは日本大好きという意味ではなく「 落ちぶれた中国や李氏朝鮮王朝を見限って日本にするより保身を図ろうとした人たちであるという事実ですしかし日本側はそんな表向きだけの親日派朝鮮人活動家の意図を見抜いており朝鮮の親日派には警戒していましたそのため当初朝鮮半島の併合には極めて慎重になっています初代韓国総監の伊藤博文が朝鮮半島の併合に反対していたのは日本では有名な話ですね 伊藤博文が朝鮮半島の併合に反対した理由はいくつかありますよく言われているように朝鮮人の民族政党が日本人のそれとそぐわないほかそれ以上に大きな問題だったのが朝鮮を日本が併合すると日本が伝統ある李氏朝鮮を滅ぼすという形となり日本は朝鮮の伝統を破壊したということになってしまうことでした朝鮮の親日派は自分たちが李氏朝鮮王朝を潰すという気概を持たずその汚れ役を日本に押し付けたのです もともと長く人民が搾取され続けてきた朝鮮半島は荒廃しきっており、日本が併合する利益が皆無だったのは当時すでに明白な事実でした。しかしそれでも日本としては南下してくる帝政ロシアの脅威に備え、朝鮮を支配下に入れるのは重要であったことには変わりありません。これは紛れもない事実です。ただし、よく考えると、その支配は併合である必要はありません。単なる保護国化だけで十分です。その上で、 腐敗したた王朝朝にととどめを刺すすののは朝鮮人自身でででやるべきでししそれが独立というものですしかし併合に反対していた韓国総監の伊藤博文は安重根のテロによって殺され安重根は朝鮮人たちのヒーローとなります民族主義に目覚めた朝鮮人たちは暴動寸前まで行くのですが朝鮮の親日派はこのままでは自分たちが民族主義者に殺されてしまうと恐れをののき暴動を軍事力で抑え込める力のある日本に強く併合を働きかけ 併合が成立してしてまったのです朝鮮の親日派は、要するに、朝鮮を日本に売った、外国奴でしかなく、その意味で、朝鮮人にとっても日本人にとっても脱すべき人々なのです。ところで、日本によって滅ぼされた、李氏朝鮮王朝の王族たちの中には、日本にやってきて教育を受け、活躍した人が多くいました。一人は軍人として出世し、226事件の際に、歩兵連隊長として、 ほぼ日本人で構成された一個大会を率い反乱軍の鎮圧に当たったりしています彼はその後も軍人として活躍し戦後は韓国に帰国を申請したのですが時の大統領美少年に王政復古されることを警戒され帰国できませんでしたもっとも帰国したとしても日本軍で活躍したので戦犯として処刑されたかもしれませんがその後僕正規政権の時代になって韓国の国籍取得が許され帰国ソウルで暮らします 奥さんは日本人でしたが、この夫妻に対して韓国人は同情的で、奥さんともども非常に温かく接してくれたそうです。また別の王女は同じく日本で教育を受けます。韓国へ移動当初はまだ朝鮮半島には教育制度が普及していなかったためです。この王女は成人して旧津島藩主の宗氏の当主と結婚します。宗氏は江戸時代の昔から朝鮮との外交窓口を務めていたため、縁があったのです。しかし、彼女は統合失調症を患います。 の献身的な介護を受けつつ同じく李承晩大統領には帰国を拒否されますが、僕正規政権時に帰国します。他にも、日本の公家と結婚して、旧家族となり、今もその子孫が日本で暮らしている人もいますし、原爆に巻き込まれて亡くなられた方もいます。しかし、このような李主朝鮮の末裔の人々に関して、朝鮮国内では、李主朝鮮の王族は日本で洗脳教育を受けさせられたと考える人もいます。ですが、洗脳教育を受けさせたのであれば、 そんな人と、日本人の重要人物が結婚し、皇族や公家、旧家族と隕石関係を結ぶでしょうか。普通は、洗脳した相手と親戚になろうとは思わないですよね。日本政府は、教育制度が整っていなかった当時の朝鮮の状況を鑑み、立朝鮮の王族を日本に連れてきて、教育の場を提供した、と考えるのが自然です。なので、軍人になって日本人を部下に出世したり、旧家族と結婚したりしたのです。 そして、日本で受けた教育によって世界の情勢を理解できるようになり日本の良き隣人として育っていくことを期待したわけです。ヨーロッパの国々は他国の王族を処刑しまくっていましたからそれと考え合わせればその対応の違いの意味も理解できるでしょう。彼らの帰国を拒否した李承晩たちは自らの政権の脅威になると考えて自らの保身のために李主朝鮮の王族の帰国を拒否したのがおそらく真実です。 日本では江戸時代の統治者である徳川氏一族が今でも東京などで暮らし人々に親しまれているのとはあまりにも対照的ではないでしょうか。以上、今回は朝鮮の親日派が日本に濡れ衣を着せていたをお送りいたしました。今後も世界の歴史のトピックについて調べて紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければ。 グッドボタンやコメントなどで本動画へのご意見やご感想をいただけると幸いです。また、チャンネル登録していただけると嬉しいです。